宮崎東天宮崎東天大正11年12月6日は日本で孫文たちを支援して侵害革命を支えた革命家及び老局士。欧州に侵略されているアジアを救うにはアジア文明の中心である中国の独立と中国民衆の自由が先決であり、それが世界平和につながるという信念のもと大陸老人として活躍した。本名は虎像。 知らなみやん当店とこうした。浪曲師としての名前は、当中堅牛モ門、当中堅雲モ門の浪曲台本も書いた。日後国玉名群荒尾村に演奏、菅原道真とする講師、宮崎聖剣、佐木夫妻の抜師として生まれる。兄に、社会運動家の宮崎八郎、宮崎民蔵、宮崎野蔵がいた。父には、三等家電二点一流を兄たちと共に習っている。 熊本で徳富祖宝が主催していた私塾大江義塾でキリスト教や自由主義思想を学び閉鎖まで義塾で修学した。民権家には演説がつきものだがこの頃の当店は人前で話すのが苦手だったという。明治19年に上京し東京専門学校に入ったが大江義塾との学風の違いからすぐに中退した。教会に通い、 牧師の妻から英語を習った。その後自由民権運動を知り、また、キリスト教に消え、その後アジア革命に関心を深めた。明治22年に、長崎のミッションスクール、科博里英和学校在学中、スウェーデン人のイサク・アブラハムと知り合い、彼の学校を作ろうと、資金援助を頼みに行った。 前田科学のところで科学の妹、土を知り、婚約。明治24年、初めて上海に渡航した。翌年、土と結婚し、長男の龍介誕生。折しも、朝鮮で、東学党の乱があり、日本と新国との交渉はついに切迫した。明治28年4月に渡米して、経済学を学ぶために、神奈川県で旅券を取得したが、渡米は実現しなかった。 同年7月頃神戸の岩本千綱と連絡し、同年9月末広島の海外渡航株式会社の財番国大理人に就職して、タイに渡った。明治29年6月にはタイより最終的に帰国した。外務省の命によって中国秘密結社の実情観察に赴き、中国革命党員との往復があった。明治30年に孫文と知り合い、 以後中国大陸における革命運動を援助、池袋で亡命してきた孫文や蒋介石を援助した。明治31年、母術の政変においては、香港に逃れた行為を伴って帰重し、長野の間に圧戦し、同31年のフィリピン独立革命においては三隠するところがあった。宇太郎会、三考会、高中会の三派の大道団結がなり、 明治33年に、慶州義軍が革命の反旗を翻すと、新しい吉見派にいた行為を動かして孫文と提携させようと図った。しかし資格と疑われて、追放命令を受け、香港に向かったもののそこでもまた追放令を受け、戦中において孫一戦と密着を凝らしたが、日本国内における計画はことごとく破れ、資金も逼迫し、 政治的格策は絵に描いた餅になってしまった。この時期に半世紀33年の夢を著述し、明治35年に狂人丹と共に国光書房より出版した。この33年の夢が孫一戦という題で中国で小役として紹介されたことで革命家孫一戦の名が一般に知られるようになり、革命を志す者が 孫文のもとに集まるようになる。中国同盟会、前列右端が、孫文、後列中央が、宮崎当店一旦は、アジア主義運動に挫折し、自分を見つめ直す意図で、東中圏蜘衛門に、弟子入りし、東中県牛右衛門の名で、老局師となる。しかし、革命の志を捨てたわけではなく、明治38年には、孫文らと東京で、革命運動団体、 中国同盟会を結成した。なお当店は、侵害革命の孫文のみならず朝鮮開花党の死死、金玉金の亡命も支援しているが、その金玉金が上海で暗殺された後に、遺髪と衣服の一部を持ち込み日本人有志で、浅草本願寺で葬儀を営むという義理人情に溢れた人物であった。明治十九年、板垣大介の秘書である和田三郎や、 平山真根、かやの長力と革命評論者を設立。明治40年、革命評論を創刊して、孫文らの信頼革命を支援。明治45年1月に、口術筆記、死な革命軍団府。革命事情を出版し、信頼革命の宣伝に努めた。亡くなる前年まで大陸本土に、たびたび渡航した。大正11年12月6日。 腎臓病による、尿毒合併症により、東京で病没した。去年51。上海でも、孫文ら主催で、追悼会が催された。東京文京区の白山神社境内には孫文が、亡命中に当店と共に座った石段が孫文を、検証する石文みと共に保存されている。日本人として山、山田義正、山田純三郎兄弟ともに、侵害革命支援者として、 なお残す。中華人民共和国の南京中国近代史、石博物館の中庭に孫文と並んで銅像が立つ。妻の土子は貧乏に耐えて、当店の活動を支え続けた。長男の龍介は、当店裁判年の大正10年に、白蓮事件で世を騒がせた。皮肉なことに、当店が老局史として博多公演をしていた時に、ご祝儀をくれたのが、 柳原白蓮の元夫の伊藤伝右衛門であった。子供たちに対して法人主義であった当店は事件まで何も知らされておらず、新聞に掲載された絶縁状を見て、龍介に、いいのか、お前、こんなことをして、と言って驚いたという。白蓮に対しては事件前から同情を寄せており、駆け落ち後に龍介と引き離されて、 実家の柳原家に監禁されていた頃の白蓮に、一家で励ましの手紙を送るなど、家族として温かく迎え入れている。他に子供は、次男、新作、長女、不死がある。また数えの33歳の時に、長崎で同棲した愛人に女児を生ませている。立は後に、宮崎家の次女として認知され、不死と同じ東洋女学校に通い、土校、 お母さんと呼んで仕立ったという。龍介の長男、香織は学徒出陣し、1四十五年に戦死している。向こうを迎えて宮崎家を継いだ龍介の長女、吹刀は、白蓮が始めた短歌結社、こと玉会と日中友好のため当店の辞席を伝える民間団体、当店会を主催している。1 9十四年に高校の支援で建てられた、 高田村の家は、当店の終わりの住処となり、現在も子孫が住む。昭和4年、南京で行われた孫文の法案大典に、土子、龍介、新作の当店遺族が国賓として招待された。昭和6年にも、龍介、秋子夫妻が国賓として招待されている。戦後の昭和31年の孫文誕生90年の祝典に、 劉介夫妻が招待され、毛沢東、周恩来と共に臨席した。その後も宮崎家と中国の交流は続き、現在も東京の中国大使館に新たに大使が着任した際には自宅に訪問があり、孫文の友人、井戸を掘った人として5年に一度、国賓として中国に招待されている。33年の夢、優秀録他東京より、 防有録、革命問答ほか読者方言、強人譚、明治国政沖縄、たつの中より、デタラメ日記ほか、東中圏の近所、巡行雑録、シナ留学生について、米国の根弱ほかナだより、シナ革命のぞ、記、書簡集ほか、ありがとうございます。